先に断っておきますが、以下は全部実話です。誓って嘘じゃありません。それとここに転載した理由は薄めるためです。興味本位で読んでもいいですが、本当に友人5人が死にかけていますし、うち1人は障害者1級になりました。やってはいけないことをしてしまったがために本気でたたられました。それが原因で脳腫瘍を発症した友人が2名、心筋肥大で心臓が大変なことになり、心筋梗塞までやってペースメーカー入れたのが1名、転換症状が出るようになって仕事中に機械に挟まれ、結果会社を辞めたものが1名、リアルで気違い状態になって安定剤をオーバードープし、集中治療室でやばいことになったのが1名。自分は死にませんでしたが、原因不明の車両故障が原因で交通事故に遭い、脊椎間狭窄で慢性偏頭痛です。東京西部の有名な拝み屋さんが揃っている某お寺に相談したところ、相手がでかすぎ多すぎなため拝んでも無理と剣もほろろに断られてしまいました。ただとにかく事実をたくさんの人に知ってもらうしかないそうです。そうすればだんだんとこの霊障が拡散して薄まっていくから少しずつ良くなるんだそうです。ただ自分の息をのうちは全部なくならないだろうから、3回か4回は輪廻しないとなくならないとか。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐ ID を NG にしてスルーしてください。いいですね。もう一度書きます。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐ ID を NG にしてスルーしてください。いいですね。心の準備はいいですか。ことの始まり、ビギニングが関東の某所にあるダムに沈んだお寺ってところからでした。かつての本堂も墓地も移転が終了したんだけど、旧墓地エリアが残っていて多数の無縁仏がありました。その地域はかつて宿場だか半場だかがあり、飯盛り女やらよだかや、あ違うやら師匠交渉女郎置き屋があったそうです。そこの女たちや金で買われて連れてこられた人足、人の足や行き場のない凶状持ちなどもいたとか。長い時間かけて、彼これたまりにたまった無縁物が残されていたんですね。渇水期でも水面に出ないエリアなんですが、特別な事情で通常より6メーター近く水位が低くなったんだそうですよ。ありえないほどの固定構造物が姿を現し、その中に先日のお寺がありました。で、その話を聞きつけて肝試しに行ったのは一昨年の夏です。男4人、女2人の6人パーティーでした。夕暮れの時の頃に今は使っていない道を使って固定へと降りました。予想されていた泥はすっかり乾いていて普通に歩けました。古い地図を頼りに歩いたのですが、お寺の立派な石の門が残っていて場所はすぐに分かりました。この辺りは水の流れが速いのか、あまり泥が残っていなくて、むしろ一面雑草が茂っていて歩きやすいくらいでした。本堂裏手の墓場跡地の奥の方に大きな塚がいくつもあって、無念塚と書いてありました。無念な死を迎えた者がその無念をこの塚に収めて、次はいい人生を願ったのだと、言われに書いてありました。その奥には女郎塚があって、死んだ女郎の髪がいくつも収められたんだそうです。向かいには腐った外場が立ち並ぶ神父塚、なんか鉱山か何かは知りませんけど相当死んだそうです。すぐ近くには無縁仏の墓石を積み上げた無縁塚がありました。うまく言えないですけど、このエリアだけ本当に異様な空気です。
で、お寺の敷地を一回りして場所を確認して暗くなるのを待ちます。実はすでに無念塚に自分の携帯を置いてきていたんです。門のところから一人ずつ携帯を取りに行くって肝試しを開始しました。肝試しは何事もなく終わったのですが、最後に戻ってきた友人がとんでもないものを持ってました。無念塚から石を拾ってきたと言って自慢げに見せびらかしたのです。これが全ての始まりでした。最初の異変は石を持ってきたやつからでした。石を持ってきたやつからでした。1ヶ月くらい経った頃から会社のアパートの中に誰かがいると言い出したんです。寝ていると天井裏を誰かが歩くとか、勝手にテレビがつくとか、それだけじゃなくて電子レンジがいきなり火を吹いて壊れたとか、あと携帯電話がノイズだらけになって通話できないとか、頻繁にピンポンダッシュされ始め、呼び鈴が鳴っても外に誰もいないとかです。さすがに頭に来てアパートの廊下の一番奥で犯人が現れるのを待っていたそうです。ですが待つこと2時間、ついに犯人は姿を現しませんでした。いつも真夜中になっていたんで真夜中に待ってたそうなんです。ただ犯人は姿を現さずじまい。でも呼び鈴は鳴りました。真夜中2時にピンポーンと。なんだ、機械の故障かよと苦笑いして玄関外のスイッチのケーブルを引っこ抜いたんだそうです。それでその晩は寝たそうなんですが、次の夜に事件は起きました。ケーブルを抜いて鳴らないはずの呼び鈴が鳴ったんです。さすがにびっくりして飛び起きたそうですが、今度は呼び鈴がピンポンピンポンと鳴り続けたとか、スピーカー部をハンマーで壊して静かにさせたそうですが、さすがに気味が悪くなったとか。まだまだ暑い夜の頃だったはずです。ふとトイレに行きたくなって中にこもっていたら、トントンとトイレのドアをノックされたんだとか。この時点でかなり鈍い友人も気味悪いのを通り越したそうです。パニック状態になり、適当な服を着てアパートを飛び出し、慌てて自分の家へとやってきました。当時自分は会社の独身寮にいたのですが、真っ青になって飛び込んできた友人が忘れられません。ところが友人が来て30分後に管理室から偉い剣幕でお叱りの電話がかかってきました。夜中の2時過ぎですよ。管理人もよく起きてたものです。しかしお叱りの要件は、友達が遊びに来たのは多めに見るが複数の女連れは感心しないとのこと。ちょっと待て、来てるのは男一人だと説明しても、監視カメラに派手な格好の遊び女が3人映ってるとのこと。仕方なく管理人さんに部屋へ来てくれとお願いして来てもらったのですが、部屋の中には男2人です。おかしいおかしい、どっかに隠してると信じてもらえませんでした。部屋の中のありとあらゆるところを調べられ、クローゼットの中から組み付けのベッドの裏まで検査です。最後は不詳不詳に管理人室へと引き上げたんですが、翌朝に監視カメラの画像を見たら、確かに女が映ってます。さすがにヤバいと観念したのか、翌日急遽仕事を休んで例のダムのところへ石を返しに行きました。ところがダムの水はすでにかなりのところまで戻ってきていて、お寺に戻すところの騒ぎじゃありません。二人して青くなって、どうしたものかとそのお寺の移転先になった新しいお寺の住職に相談しに行きました。そしたら、新しいお寺の供養塚に納めるから肝試しに行った友人6人を全部揃えて供養に来るようにとの指示でした。次の週末の休みに全員揃ってお寺で供養をしたのですが、お経をあげてる間に木魚がいきなり割れたんですよ。ポクポクポクと音がしていたのですが、その直後にバキッとすごい音がして割れました。どう考えてもそんな音が出るほど強く叩いていません。さらには供養中にいきなり女友達が2人とも泣き始めちゃって、別に悲しくないのに涙が止まらないと。だんだんそれがひどくなって、最後はしゃくって泣くほどになってしまい、ご住職がお経本で背中を叩いてました。
あと石を持ってきた男が頭抱えてうめき出して、挙句に白目を向いて泡を吹きながらぶっ倒れました。さすがに救急車呼ぶかって話になったんですが、ご住職の度胸が続きました。で、なんとか供養を終えて、その後でご住職のお説教タイムに突入。まあひどく叱られまして、それも本気でこっぴどく叱られまして、特に影響出なかったやつなどは結構ふてくされ始める始末。帰り道の車の中じゃ相当悪態ついてブーブーと文句を言ってました。でもこれがいけなかったんでしょうな。ネットのノリで口汚くクソ坊主だのなんだのと言ってたやつが次におかしくなりました。供養から1週間くらいした頃でしょうか、夜久しぶりに居酒屋で飲んでいるとき、妙に怒りっぽいと感じたんです。まあ仕事も忙しいだろうし、それに政権交代直後でいろいろあった頃です。ストレスがあったんだろうと思ってました。ところがその翌日にいきなり職場で倒れたんだそうです。酸欠症状で病院へ担ぎ込まれ、あれこれ検査を受けたら心臓がパンパンに膨らんでいて破裂寸前、慢性高血圧から来る心筋肥大で心臓が筋肉の塊になっていて、結果的に血管の数が少なくて心筋梗塞に、心臓の半分が機能不全に陥っていて、医者が言うには今現状で心臓が動いているのが不思議なんだそうです。とりあえず入院して様子を見たのですが、当初1ヶ月程度の予定で入院したんですけれど、丸3ヶ月の入院でした。すっかり秋を通り越し、もうすでに寒い頃になっていた時期でした。カテーテルで手術して心臓の機能を改善するように仕向けたんですが、全然良くならなくて、薬も効かなくて、強めの高圧剤とか血管拡張剤とかバンバン投与しても全然効果がなかったそうです。そのまま年を越して、結局は心機能がろくに改善しないままパンク、腎臓の神経を切る手術とかも選択肢にあったとかと聞いています。で、あれこれやりすぎて今度はまともに動かなくなってしまったとかで、今度はペースメーカー入れました。今も週に2回は病院へ行ってますね。彼が一番ひどい症状です。